日本岡山県高橋市、内山下内山下は、岡山県高橋市にある大技である、備中松山城の所在地。江戸時代には、本庁とも称した。郵便番号は、郵便番号716-0004。岡山県立高橋高等学校高橋市、中心市街地の北端部にあたり、備中松山城本丸が立地する和牛山の一部で、ある、 小松山とその南東六部分に相当し、かつての城下町の一部である。平地部は、麓の一部のみで、他は、大半が山地となる。住居や商店等は、麓の平地部に集中して存在している。江戸時代には、平野部に、松山藩主の館であるおねごや、おしも屋敷などと呼ばれる建物が立地し、当地はその周辺地域である。その平地部を南北に、 JR 白尾線が縦貫する。西側は川端町と隣接し、さらにその西部に国道180号、高橋川がある。北側は小松山の山地を挟み、津川町今津と接する。東側は小高下町に隣接。備中松山城へ通じる道は、当地から直接は通じておらず、一旦隣接する小高下町を通っていく形となっている。南限は 小高下川が東から西へ流れ、境界となっている。道下川以南の東部は、石平町など九条下の武家町の北端。道下川以南の西部は、本町、新町など九条下の町人町の北端となる。下牛山は四山の総称であり、古くは松山とも称されていた。その下牛山に城郭が建てられたのは、鎌倉時代で1221年に起きた。 上級の乱の後に、シンポジトとして、相模国より浮かんざとに着任したとされる、秋葉三郎重信が、円王元年に、加牛山の一つ大松山に取り出を築いたのが、最初だということが、備中氏に記されている。その後、複数にわたり、上主の交代と城郭の改良が加えられ、戦国時代に、三村氏が入場すると、城下町も建設された。江戸時代に入り、 備中国武行として、小堀正次が入場すると、息子の小堀正和の時代にかけて、大規模な城下町が本格的に整備され、当地もその一部として形成された。その後、池田市が入場し、備中松山藩が開かれ、水谷市、安藤市、石川市、板倉市と藩主が交代するが、明治維新まで城下町は整備、拡大されていった。江戸時代、 おしも屋敷、または、おねごやなどと呼ばれる藩主の館が、当地に立地しており、事実上の藩長として機能していた。周囲は主に上級家臣の武家屋敷が立ち並ぶ、武家町の一部となっていた。また、当地は、松山から南部を結ぶ松山往来、北部を結ぶ新見往来、西部を結ぶ東上往来の各街道の起点ともなっていた。まさに、 松山城下の中枢部とも言える地域であった。おしも屋敷は現在の岡山県立高橋高等学校の地にあったが明治6年に取り壊され、跡地に明治28年に高橋高校の前身となる岡山県立高橋中学校が建設され、現在に至る。現在も石垣屋一部の遺構はそのままの状態で残っている。山下とは、 城下町において城郭とその周辺部を指すものである。松山城下では、江戸時代に、備中松山城本丸のある小松山とその麓の周辺一帯を指した。山下の中でも小松山とそのすぐ麓にあたる部分は、前述の通り藩主の館である押下御殿があるなど、城下町の中枢部であったので、山下の中枢、山下の内側の部分という意味で、 内山下と呼ばれた。なお、内山下の古称は通称であり、当時は、当地は、本庁が正式な地名であった。この名も松山城下の中枢であることが由来である。当時は、内山下は、本庁だけでなく周囲の町も一部含まれていたと言われる。明治になり、本庁は、内山下に正式に解消された。山岳河川教育施設一般企業。 商店神社仏閣史跡級街道、ありがとうございます。